浪江さんなんかありますか？別に浪江さんとは喋ってないのか。まあ、今とっさに参加しちゃったけど。うなんだろう。<laughs> なんか浪江がご意見版みたいだから今分かんない。レイ <laughs> さんは何か言ってた浪江に。レイさん？うん。なんかの私脳内で。 もう作っちゃってるよねみたいなことは言ってた、ね、なんか、あれ言ってなかったっ息子のことうん。とか、こうこうこうに違いない、こうこうこうだから、相手はこう思っているっていうのを、もうその、一本筋、もうプロットが一個に決まってるよねみたいな話をしたなーっていう、何この <laughs> バ。バッドエンドみたいのは決めてるってこと シナリオが一本決まってて、そのプロットを絶対、そのプロット以外許さないって感じの。話をするねみたいな、話を前したね、礼さん。うん、悲劇に、悲劇の拾いになる気満々なんだね、最初にね。<laughs> <laughs> <laughs> で、そこに到達できるストーリーを作る以外にも考えてないね。ね、うん、絶対、そこを目指してる。 もう悲劇のヒロインっていうのは本当にとに密の味なんだよねやめられない分かっちゃいるけどこの痛々痛しさやめられないああ、うん、私をかわいそうって思ってみんなみたいな <laughs> こう苦しみながら死んでいく私みたいなバッドエンド大好きうん。 苦しみとし、あみみとたいなんかそれがもう本当に蜂蜜とチョコレートを混ぜたような,なんかこ,う <laughs> こうやってえつ、うん、に入っていくなんだろうねまあだから自分が加害者っていうことを忘れるための劇場でそういうのを立ち振る舞うのがすごくいいからなのかね。<laughs> ななんんかみんな大好きだよね <laughs> だけど,だけど結構私今月なんか自分が加害者だっていう密も感じててその息子に対してだとかなんか「私は加害者」みたいな,なんていうの <laughs> 息子にとてつもない精神的ダメージを 与えてしまってうんぬんかんぬんっていう、なんてひどい私っていうのもあるなって思ったんです、ね、そう、罪深い私。うん。ああ、許されないわ、これじゃ。<laughs> あえされない。うん、なんていうの、そのだから結局人間レベルの罪深さ、人間レベルの殺してしまった、人間レベルの加害者っていうのも密なんですよ。 結局3.5分裂のところの神に対してあの先制攻撃やったっていうのは絶対に隠さなきゃいけないそれを隠すための,あの4分裂投影の世界なんであまさか人知,人知全能の神が敵っていうのは絶対に思い出したくないしその認識したくないんですね。 全知全能の神を一回半殺しにしてあの自分勝手にやってきたんだけれどもあああいつまだ生きてたあいつがゾンビになって私をその殺しに来る全知全能を使いながら私を殺しに来るこれは絶対に隠していたい,忘れていたいそれを忘れるための密つの世界四分裂自分がその罪深い罪深くていいんだよね罪深く愛されず。<laughs> あ無価値で罪悪感を感じるでこんな私その私も悪いけれども私以上にどうにもならないダメなやつがいてこいつのせいで私は不幸をその被らなきゃならないっていうまあ罪深い自分でありながらもうん 何かに不当に扱われてるっていう時私のこの罪はそこまでではないけどもあなた何やってくれてんだっていう,こう自分の罪深さよりももっとより罪深い何者かによって不当に扱われてるっていう感覚とかね何かもう結局私が自己報告を書いた時も,ともすごい無価値観と挫折感 でもうなんか涙も出てくるんだけれどどっかになんていうか人を殺しかけた私みたいな,なんかこう自己報告書のこの紙を持ちながら罪深い私ってなんかどっかで甘く甘それをなんかこう握りしめたがってるのを感じたんですよね。うん、その舞台でその、うん スポットトライト当たって踊り始めるみたいな今ソロ, <laughs> ソロパートみたいな <laughs> やっちゃったんですでて,てその演技に没頭するみたいな,なんか、うん、え素晴らしいこともダメなこともなんかスポットライトが当たってそこでソロで踊れる、うん、チャンスみたいなね。うん私人間 私体私はちゃんとこうやって存在してるっていう感じそうねバッドエンドも最初に決めているねうんイン、うん、そうねやっぱりね幸せに満ちあふれたヒロインよりも悲劇のヒロインでいた方がなんか 価そのああ価値があるねやっぱり何かによって被害を受けているかわいそうなものうんだからその神をせん神に対して先制攻撃したっていうのを隠せるからなんだろうなと思うけど。 もう悲劇のヒロインでいてなんぼ、ん息子に会えない母であってなんぼみたいな。うーん、あーなんかそれある、<laughs> それあるななんか息子よみたいなな <laughs> <laughs> ある。<laughs> ごめんなさいね私の罪のためにみたいなこう。<laughs> そんな、「お母ちゃんでごめんね」みたいな何かそういう、うん、密だねうそれはそれで密だね一生言ってられるもんね言おうと思えばうん「生き別れ30年」みたいななんかうん そういうもういろんな,そなんか私利滅裂だよねその悲劇のヒロインであることも求めているしかといって息子に会いたいっていう思いもあるしかといってこの会えない状況も武器に使えるしとかなんかもう私利滅裂統一性のない思考感情 いいっぱいあると思う、ねうんだけどほんとさっき言った「罪深い私」っていうのすごい魅力感じてる。うん罪「罪が罪深い私」は。 無価値さを証明できるよ、ね、その罪深くて価値があるってありえないので、うん、罪深さは私の無価値性を主張できるいかに自分が無価値かっていうことを主張できる、うん、ダメなことをやっちゃったことによって本当に密なんだよねこれについては気が付いたら「うんこれはいらないです」って言って精霊に。 あのね証子の反応を見たら青森でね言ったね、うんもう「分かる」って今すごいそのお母さんとか妹を利用して、うん、自分が悲劇のヒロインになりたくてなりたくてしょうがないっていうのを分かるって言ったら、うん、そ,のそこで入ったんだよね彼女が「うん、私悲劇のヒロイン大好き」って言ってた。 だから悲劇のヒロインでいることにすごく魅力を感じていて大好きで手放す気がないって思っているっていうのが <laughs> なんか知んないけどすぐあ、うん、入ったんだよねすげえ彼彼女たちの言動を理由にいかに自分があ,あなたたちのせいでこの状況のせいで愛 愛されてる感じを感じじをない証明をしようと頑張っているっていうのがこうパーンって見えたんだろうね。うん、えぶっちゃけ大好きっていうのが何か入っちゃったみたいね。だから礼さんとかもう私もそのなんていうかな利用価値があるのかわいそうな私、うん、こんな目に遭っている私。 ダメな私う罪深い私っていうアイデンティティが利用価値があるの、うん、分離を維持するために特別性個別性存在している私私って何か特別に存在している感、うん、そうそううん本当ににんかそれがなきゃ それが何るその個別性特別性っていう,う絶対にありえない何かを非常に防衛しなきゃならない維持しなきゃならない維持するためにはけたたましく自分がいかにダメか自分がいかに罪深いか、うん、もしくはあ <laughs> この世界がいかにダメで自分はその被害者なのか。 他者がこんなにダメで私はそれにより被害者なのかっていうことをけたたましく言い,つ言い張り続けなきゃもうそんだけなんで言い張り続けなきゃいけないのって言ったら本当は存在しない特別性個別性っていう感覚を維持するため防衛するため絶え間ない防衛を必要としているって存在しないからこそ絶え間ない防衛を必要としている <laughs> 私いる私いる かわいそうな私悲劇の拾いの私、うん、そんな思ってたら目覚められないに決まってるじゃんねってそんななんか罪深い私が大好きなのに目覚められるわけがないって思ったの大好きって言いながらだから分離食堂にいながらちゃんこ食べながらその,その店から出ることはできない。 まだまんざらではないって言って美味しいって言って味わいながらその店から出れないよね。うんうんうん。うまいうまいって食べてる自分に気がついた。うん。これが何をもたらすんだっけって。うん。えかといってその悲しみを抑圧するのも違うんですよね。その罪悪感を感じてることを。 なんか抑圧することとも違うんですよ、ね、その違う,うん違うけど何 <coughs> <coughs>、うん、か悲しみに触れて悲しみがこうやって出ていくっていうのはさやっぱりその今まで溜め込まれていた排泄物が出るだけっていう感じそれを深刻なものとする必要もないなんかもう、うんもうだか分かんなきゃ悲しい悲しいっていって悲しみは出るじゃん。<coughs> うん、それはそれでもう汚、うん、物だからその出る出るしかないわけだから、うん、排泄されるだけさせて、うんうん、心の何、うん、かこう,こう働きかけようみたいなこう,こういうふうにエンジンこう,こういうふうにモーターを動かそうっていう、うん、ここの主要部分が、うん、もう 最初のモチベーションがそもそもバッドエンドにならない、うん、想定がないバッドエンドにする気満々、うん、で、うん、被害者になる気満々その苦しみや不幸を味わう気満々そこからあらゆるストーリーを作り出すっていうのがごちそうなんだって。 悲劇のヒロインになることを最初に決めていて、うん、そこからストーリー作ってそこからイメージ化させてそれ、うん、ほらやっぱりほらやっぱりって言って悲劇のヒロインにもう一回こう没頭するっていうそのモチベーションからしかこのモーターはその動こうとしてんなんか急にすごい客観的に見えてきたんですけど。 本当なんかステーキだと思ってるよ美味しいすごいステーキそ,<う>そのバットエンドなんかこう息子が人質に取られてて会えない私ってすごいそれをビーフビーフステーキだと思ってさトリュフとかフォアグラとかなんかこう <laughs> もう高級食材あも,うもうこれ味わっちゃったら他のにいけないよねみたいな。うん すごい急に白けてきちゃったわけですそうそうそうあ私大好きなんだものすごい惹かれてんじゃん、うん、いや、うん、すごい大ごちそうだって思ってるね本当にいや大好物だって思ってるだからもう 先にだから元夫が出現する以前息子が出現する以前にバッドエンドを決めていて悲劇のヒロインになることはもう先にどういうドラマにするか以前に先に決めてるんで夫がそんんなな物分かりのいいいキャラクターで会ってくれれちゃ困るわけ私演じられないもんれじあ, <laughs> あなたは悪役やってよね悪役に徹してよね。 許さないでくれ私をやめて受けれないで。もうもう先にどういうものにするかって大体のものは決めてるわけだからそこから相手のそのセリフとかも後付けなんですよ。はい次次ははこれ次はこれ,次はこれ悪役にはある程度の悪役徹底してやってくれないと。 だって劇的にならないと美味しくないよね、うん、そう,もうすごいそれが最高の調味料ああ悲劇の広い今日も <laughs> 今日も演じれたある程度 <laughs> クライマックス 半年後かなとか。<laughs> ミラーボール。ー <laughs> ミラーボール百個ぐらい。<laughs> こうやって踊る。<laughs> ミラーボールの中でこうやって。それさ今まで聞いてたつもりだったし何回も聞いてるよねだって。聞いてるよ。言ってくれなきゃこうそれこそダメ男。 ダメ女がいてくれないと敵をとにかく捨てるんだってすごい聞いてるけどで「うんそうですよね」って言っ,た言ってきたけど、うん、なんか今すっごいなんかしらけてきちゃってなんかしらけすぎて余計なこと言わないでくれってなんか言う声がするぐらいうん、うん、楽しめないじゃないかよって。 そうそうそうもう悲劇のひるいになれないのうん、うん、なんか余計なこと言わないで浸らせてくれみたいな,なんかそういうちょっとなんか名残惜しがってるそうだねうんまあまあそれぐらいにいて来月また悲しいシェアさせてくださいみたいな,なんか <laughs> だからもうさなんていうの まあそういう仕掛けなんだっていうところからさ私も少なくともさ青森の撮影に挑むじゃん。うん、でさ翔子がさもうやる気満々で妹とお母さんのことをこんな風だったんだっていうのよね、うんうん、なんか紅茶を入れたんだってあ紅茶飲みたいって言ったんだってある時休みの日かな、うん、紅茶飲みたいねとか言って二人が何か言って何かこうやってるんだって。でなんかちょっと 詳しいストーリーで忘れたけどその紅茶で言ったらこうなんかどっか行っちゃったんだってなんかやることができちゃってでまた戻ってくるんだろうねでも、うん、あ飲みたいんだなって思うから私がその飲みましょうってことになってたから紅茶入れたんだってでこうやって美味しく入れたんだってで出来上がった頃あの戻ってきたんでこうやってあげたみたいなそういうストーリーだったと思うけど、うんうん、そしたらその時「ありがとう」も何も「美味しい」も何も言わないんだって。うん そしたらムカムカムクって無価値観が上がってきてそこで切れたんだって。うん、なんで、うん、なんでどうでこうでこうでこうで、自分たちはそのご飯作った時にその美味しいってこう聞いたりとか、うん、その美味しいって言われたりとかあるでしょ。うん、あの紅茶入れて私が紅茶入れたんだから、その紅茶美味しいね。とか、うん、あ,ありがとう。入れてくれてとか、うん、あってもいいんじゃないの？みたいな。うん、そういうなんかそういういり、そういう意味ね。意味合いのことを言ってたと思うけど。うん それでもブチ切れたとかどうでこうで言ったらねそれ聞いててさだから私の目からはもうそういうもう何でもいいからその私の価値を認めない愛してくれない何かしらのキャラクターをあのちょっとでもそういう素振りが見えたら ああ見つけたって言ってこれによって私がい下にその不当に扱われていてどれほどまでに自分が悲劇のヒロインかっていうことをその歌って踊って成長していこうとしているで共感してもらうまあ共感してもらう動機はなかったかもしれんけどもうこうでこうでって言ってでさわで入れないわけだね。それさすごく自分が悲劇のヒロインになりたかってしょうがないっていうのわかる かそう「分かるよ」とか言ったのかなだとしたらその状況でも自分が間違っていて「あなた方は正しい」って言わなきゃなんないよって自分が悲劇のヒロインじゃなければ「あなた方はこのように私から切れられる必要などありませんでした」って <laughs> 紅茶を普通に飲んでおい,いただけなんか布団に扱われてるって 私があんなにけたたましく言う必要はありませんでしたあなたは正しい。私がちょっと狂ってたんでしょうっていうことをその認めなきゃなんないよそしたらと待っ,って,なってえ、私悲劇のヒロイン大好きだったなってなんか知らないけどそれだけのやり取りだったのもう呆然としちゃって一人こう海見つめる <laughs> 別にそれ撮影してないんだけどもうあのラファエルは何かやってるし私も一回こう撮影ストップになったからさもう何もないんだけども「然と海見つめるええ話には聞いてたけど私ただただ悲劇のヒロインになりたかっただけなの悲劇のヒロイン大好きだった すごいだから利用価値がある自我の自我の,、うん、その今までの自我的な習慣その知覚の仕方でいうと、うん、もうそれこそ使わないともったいないこの食材使わないともったいない、うん、今これを使って刺激の肥料になる、うんうん、こんな不当に扱われているってやるそこで踊りくる。 <laughs> スポットライト10個ぐらい当ててもらって踊りくるそれがなくなると皆さんあなたが正しいになるんですかどんなシーンにおいてもうん私その私のこの不当に扱われたっていうのは全く効力がありません、うん、であなたの言い分はあなた側から見ればそらそうでしょう <coughs> それが真理とは言わないけ別にその証拠のお母さんと妹から見たらあ飲もうって言ってた紅茶がここにあるあ飲もうあ惜しいなそれが別にその彼女たちの役割配分としたそれがそれだけだったんでしょう。うん、そりゃそうだよね。 なんか私がそれによってこんなふうに不当に扱われているこんなに犠牲にやっているということをそこままでけたたましく言う必要はなかったこれ極論で言うとアウシュビッツアウシュビッツのそのガス室に運ぶ人たち、うん、ガス室のガスを入れるスイッチを入れる人たちで死体をこうやって運ぶ人たちもうそのように動くっていう役割配分でキャラクターとしてあてがわれてるんでそれをやるしかない。 ガガスガス室の入れるユダヤの人たちはそこに連れ込まれるあーこういう周知されるみたいないう役割設定キャラクター設定だってバッドエンド、うん、なんてこの世界は見にくいんだなんてこの世界はどうにもならない駄目、うん、な邪悪な世界なんだっていうバッドエンドを先に決めてるんでそれの,そのストーリー展開としてはこういう「はいあなたはこういう役」もうセリフを与えてる。はい こここでうういうふうにやってくださいねって当てがわれてそのまま動いてるだけなのであこっちの方が正しいこっちの方が正しいってないどっちもその,そのキャラクターとしたらそういうあの反応しますよねそのキャラクターとしてはこっちもこうそうしますよねそれはそれは殺せ殺せって思っているそういう考えている思考から殺すってそれはやるよねその人形劇の人形としてはやりますよね。 でもそれは私ではないそれがあなたではないそれをもう喜んで演技しまくっていた踊りまくっていた <laughs> から私は今ここがすごいスースーしてるあそう うん、私がユダヤの,そのガス室に、ま、送り込まれる人だから特別に悲劇のヒロインっていい。うことはありえないそれも今の礼さんのその状況も全く同じ、うんうん、これによってこんなふうに不当に扱われているこれによってこんな気持ちにさせられてるっていうその。 原因のないところに原因をあてがって踊りくる状態なんで、うん、その序列の差は本当になくてそのだって今ちょっとあれ私悲劇のヒロインになりたくてなりたくてしょうがなくて先にそれをなるって決めてるじゃんっていうところから、うん、あの極論ではねアウシュビッツに向かう私もその息子に会えない私も極論で言うと「うん、ああ」 それが私ってそういう悲劇のヒロイン大好きっていうところからドイツ化するる満々で突進してるうん、うん、すごいすごいうんだからそれが何か見えてすごいしらけちゃっててで今ここがすごいスースーしてるだからそういう意味で本当に自分に決断の力があるあそっか なんだあこれが決断の力なのか。ある種決断よね悲劇のヒロインとしてこの世界によって犠牲に遭うものになりたいっていう願望があるわけね。うん、なりたいそうする、うんう。決断ですよこれバリバリ決断。うなんかうんぜひぜひともぜひとも。ぜひとも だからめちゃくちゃゃく大好きなんだよねそ<う>その大好きでやりたいすんごいやりたい悪役演じてくんないとこっちもできないからさやってよみたいな <laughs> ちゃんとやってくれないと困るよみたいな、うん、それこそなんか悲劇のヒロインになってもう悲劇のドキュメンタリー映画を作ってもらいたいぐらいのいかに私が不当,不当に扱われてきたか。 うん、うん、そっが自分に決断の力がある誰と見るか決断の力がある確かにこんな欲望抱え持ったまんま精霊に尋ねるって <laughs> だから先に決めてるわけね 精霊にに尋ねるるる前に先に決めてる、うん、あ犠牲者であることなんか私さその自分が決めてから聞いてるっていうのはこの世レベルのことでしか考えてなかったなって今思って、うん、その悲劇のヒロインになるっていうことを決めておいててそ,そこまで遡ってなくってただなんていうのこの幻想レベルでの A か B かっていうのを先に A って切って 決めておいて、うん、どっちですか。聴いてるレベルかって思ってたんだけど、あ、その前の悲劇のヒロインになるって決めておいて、聞いてるんだ。悲劇のヒロインっていうのは夢の主人公だよね。だから人間として、こう夢人形のこういうキャラクターっていうさ、その夢の主人公として、うんうん、あ、どれほどかわいそうな。 あ翻弄される人間かっていうことに没頭することを求めてる先今はあのこう聞いててすごいクリアな感じだからあれなんだけどまたこれがその時間が経ってって。 またなんかその誘惑に駆られて悲劇のヒロインって決めたところから決断してるってことに気が付いたらえ何それをやめ気が付いたらもうそれでいい,い,いわけなんか分かんなくない 気がつくとそこで猛烈な誘惑が引き起こっているのが多分見える可能性があります。うんうん、悲劇のヒロインでいたいっていいから今はいいから、うん、いや私は悲劇のヒロインになりたいんだよって言ってその悲劇のヒロインになりたいって思ってるんだなああでも精霊も選べるなそれが私でゃないと選べるな。 っていう選択肢がありながら、うん、今だけいいから今はやらせろよってあいつこんなことしてやがる今はこれだけはとりあえず悲劇のヒロインで行かせてほしいっていう、うん、ものすごいそういう欲望があるそ誘惑、うん、誘惑に駆られてるのに気が付きます。そそこでその誘惑に乗っかっかかて突進するか 踏みとどまって悲劇のヒロインになること相手を加害者にすること自分を人間に落とし込むことをやるかやめるかっていうかこのこの狭間で静まる <laughs> その突進させるよっつってああってまた飛び上がる飛び飛び出すかもしれないけども。 あのものすごい誘惑からそっち行かせろってやってるのに気がつけよ外側の何者かによって影響される私でありたい、うんうん、被害を被ることのできる破壊されることのできる私でありたいっていう誘惑、うん、スポットライト浴びて悲劇のヒロイン歌って踊って、うん そそれをを繰繰りり返返ししたたい、いういうう劇「はいこれで終わりでーす」って言ってもまた次に「はいスタート!」って言ってもまた別の演劇が始まるそれずーっと繰り返したいそれは聞くわけないよ、ね、に悲劇のヒロになるって先にもう100%決めてから精霊にどうしたらいいですかなんて聞いて。 聞いてることになってないんだ。うん。あ、じゃ、今まで全然聞いてないな。私は <laughs> 本当の意味で全然。聞いてない。 だからもしも好き好んで自分から犠牲者になりにいくっていう突進する動機からじゃなく聞いていったらもしかしたらなんかその具体的にどういう声が聞こえるか聞こえないか別にしてそりゃ下がやすいだろうなっていうのは何となくわかるよね。うん、えなんかえすごいやばいなって感じ。 私。<laughs> なんか、極端なのし、今まで実践してなかったじゃんって思っちゃって。でも100、百パーセント精霊の邪魔をするっていうのは、不可能なんだよね。だから、精霊が働くってことは起こってきたんだよ。 これ本当理解してなかったな、私。悲劇のヒロイン状態でいつも聞いてた。<れ>で、はい、それを先に決めてるっていうふうに認識してなかったし。なんか悲劇のヒロイン状態が初期設定でき。 だからだから私が何か話すことにもう悲劇の拾いになるのを先に決めてるんでなんか裁かれてるように感じるんですってよく言ってたね。うん不当に扱われているっていうことを証明する方が先にあったんで。<laughs> うん これを終わらせていけるんだよえすごいですね <laughs>、うん、えなんかよく分かってない感じがするけどなんか全然ステージが違う感じがする から誰も何もできないんだよレイさんに対して本当には <laughs> そういうことになっちゃいますよね この世界のレベルでは思考してないし何も決断してないしなしてないっていうね本当にこれだってただのイメージだから本当にやっている場所はあの「悲劇のヒロインになろうかなまあそろそろそれ終わりにしようかな」っていう選択肢のある場所でしか思考してないし決断してないわけ。ここで起こってないあらゆる決断。 アスカミズ野っていう体は別に悲劇の広いになりに行こうとしているようには見えないそういう決断したようには見えないでもこの世のレベルではないこの世界レベルではないこの世界を映し出している心のレベルではっきりくっきり「俺は悲劇の広いになるんだならせろ」って言って決断してる世界をどのように見るか自分が決める決断してとその決断,決断の結果として こういう影が次から次次から次引き起こる。<coughs> ああ、今日もステーキ美味しかった。これを継続するか終わらせるかの。 を決める力が自分にある。なんか言葉が出てこないな。なんか自分の中のびっくりしちゃってて、なんか。 それは証拠も青森の極寒の地で、ただただ海を眺めるよね。<laughs> いや全然気がついて、気が付いてなかった本当にその。悲劇のヒロイン状態から。決めてて。聞いてたなんて。 全部、そののための利用価値があるいかに自分が悲劇のヒロインであるかいかにか哀想かいか,にいかにこの世界の犠牲者であるか利用価値があるあこれも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 えとえー、ちょっと待ってって思ってる今。うん ええと私ちょっとなんかこれあの謙遜とかじゃなくての欠席講座やってないっていうことだったんだなって思って、うん、だから先月だから言ったか言ったじゃんまだまだなんだよ私たちってうんある程度浄化しましたよある程度実践してきましたよなんて言えないよ。 うん、あのさいや初心者より前だとは言ってたんだけどでもなんか闇は見てるしとかなんかその中でもよちよち歩きでもやってるんだよね <laughs> と思ってたけどなんか。うん。決めながら。 決めながらっていうかもうその状態でやってたなんかそこを問う,問うまでもないっていうか悲劇のヒロインが初期設定状態で実践してたから、うん、そこに矛先が全然向いてないっていうかそこを私自分で問うこと。 とがなかったなっ。うん、<laughs> 聞いて、聞くわけないじゃん、んそんな状態でって思って。先に決めてんだからね。うん、あ、そういう意味だったんだって思って、あなたは先に決めてから聞いているって、そういう意味だったのねって。 自分がどういうものであるかっていうことについて先に決めていて「うん、私は何も分かりません、うん、教えてください」っうんそう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 本当に悲劇のヒロイン状態で私には何も分かりません,なんかその私けど何か悲劇のヒロイン状,状態でっていうかそこ取っ払ったところから全然。 聞いてなかったし、そんな地点があるってことさえ知らなかったから。なんだっけ、新たなる始まり、テキスト三十章の決断のためのルール。うん、もう今日私は自分一人では何も決断しない。っていうその決断しないは、悲劇のヒロインになるっていう決断の後、 それ以降の決断今日私は何も一人もで決断しない、うん、でも <laughs> その先に今日も三つ数気満々の,その悲劇のヒロインベースで、うん、悲劇のヒロインっていうのをベースでそれは決めていてでそっからそれを忘れることにして隠して「神様、うん、今日私は自分一人で決断しません」<laughs>「悲劇のヒロインの私」「夢の主人公の私」 うん、これって今まで教えてもらってましただ昨日もおとても言ったけどもだから夢見るもののところからなんだよって言ったねその祈るのも許すのもレッスンするのも、うん、その夢の主人公ですよ肉体って肉体って夢の主人公のキャラクターをちゃんとはっきりさせるためのものなんで個人の私肉体の私 このの名前のついた私としてどこか祈ったりレッスンしたり許したりエクスプレッションしてきたででもそのレベルだから今までずっと似たようなこと言ってんだけどさ私も分かんないんだよいつどの瞬間でどういう角度から話すとその人に入るのかって私知らないからさ。 なんか私にその能力もないから,い私たらすごい心情をっていう感じあ情ずっと言ってんだけど「犠牲者になりたい誘惑悲劇のヒロになりたい誘惑があるよね」うんうん、とか言ってるよただ「えっ?」ていうえこれ言葉としては聞いてたけど <laughs> んでそ,うそうだよねって思ってたし別に異論はないって感じだったけどでも。 なんか今日みたたいいなな感じでは聞いてなかったこのネタバレが起こってくるとそこまで長時間演,演技に徹することができなくなってくるんだよねおそらく。うん、とはいえ「そのあ」とか言ってキャラクター演じてその。 悲劇のヒロインを味わいながら、演技しながらも。でも、ふと我に返る。自作自演かっていうのは。うん、自作自演っていうことは、今までずっと言っててきたけど。 精霊に「聞けてないんです」っていう言葉も今まで言ってきてたけどなんか今はなんか全然それが次元が違う感じがしてるその「聞けてなかった」っていう次元が。うんうん、新情報すぎるね <laughs> な,んでなんでそれが今日届いたのか知らないけど「新情報すぎるね」。 っったなあってねじ今まで何だったんだあ,あ今日からが「奇跡講座歩むのミラクルワーカー」の第一歩かもしれないなっていうあ,あうーんもしかしたらなんかしょうこちゃんそうやって書いてたね, <laughs> そ,うね <laughs> そうだねうんうんうん <laughs> うん、あ本当に原因のレベルってあるんだなっていうのがわかるかもしれないもしかしたらそのこの日常のレベルでどういうことが引き起こるかどうかが原因のように見えた自分の苦しみ悲しみのそこじゃない自分の心の決断 犠牲者になるぞ、悲劇のヒーローになるぞでうわくれ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 それをくれっていうところから突進するがそれをやめるか。うん、原因のレベルってここあそこここのことだったの？そう,そう,そう,うん。だろこっからだと存在さやプライドを維持したり自分の立派さを 自分自身に求めるとかいうのがさほど意味がなく必要がないっていうのが分かるかね意味がないっていうかなんか今頭が真っ白です、うん、いいじゃないじゃこれでなじませていけばその放心状態いいでよそれで。 状態でいいよ。今まで何やってたんだろうっていう意味わかんないその砂漠でもないとがめるでもないええー、寝耳に水みたいだけど、平安。そうだね安心安堵感もあるかな。 そうなんかね、あの時に青森の時に言ったなんかかその永遠の愛終わることのない愛その天国を犠牲にして天国を犠牲に代償にして悲劇のヒロインっていう状態を獲得しようとしてきたんだよねって言っに言ったらんかそれがきっかけでガビンって入ったのかなあの時は彼女は。 本当は愛が一番欲しいのに愛を代償にして愛と引き換えに悲劇のヒロインっていうものを買っていた購入していた天国を支払いにして天国をいらないって引き渡し丸ごと全額そう自我に引き渡しその見返りとして 悲劇のヒロインをゲットする。私悲劇のヒロイン。天国あげます。A の I あげます。あ、あしみる悲劇のヒロインシミル。こんな爆けたことやってたんだよ。遂に明日のこと言った。あ,あ、そういう意味だったんだ。え、そのそれ私意味分かってなくて、そのしょうこちゃんのブログに書いてあったけど。 なんか全然ひと言そしてピンときてなかったけどああそういう体験がしょうこちゃんに起きたんだねぐらいにしか思ってなかった苦痛と死がありえる私痛めつけられる私っていうのは天国と同時には持っていれないんだよね。だから天国を全額 支払ってその見返りその支払いによったものとして購入、うん、悲劇のヒロインである私購入やってたじゃあすでにその購入済みの後にどうしたらいいですかって聞いてさ <laughs> <あ>この瞬間この瞬間 ああ悲劇ののヒロインに浸るるをもうやめるこの瞬間引き渡す別にい,いつでも返品可能なので自分の空想だから自分の妄想だからそれが起こったっていうその統合失調症患者と同じ状態なので一度も引き起こってない。それが起こった起こった今この瞬間返品可能なんですああいりません価値ありません返してください 返品すればそれが自覚に戻っていくるまずそういうことをしてたっていうことに気がついてなかったなうん。全く見えてなかったな本当、うん、ごちそういやこれ私全然最初に決めてんなみたいのが見えてきたらさ 閉めたもんだよね。を閉めてたら。理由をしちゃったんだそのなんていうの。ある意味上手い女優ですよね。涙に流せますよ的な女優で。そうそうそう大女優に大女優になる気満々なの。こんなに大変なんですよ。私の闇の部分見せましょうか。お見せしましょうか。<laughs> <笑><笑>こんなんもあります。こんなんもあります。披露しましょうか。 もう本当精霊の計画なんでしょうね悲劇のヒロインであれば何でもいいって思っているっていうのがそのある程度はっきり明確に見えるっていうのは相当ありがたいことなんでんだから元旦那りお価値あるよねそういう意味では。 まあ、テキストとかにも書いてあると思うけどね「の天国をあなたは天国を犠牲にしてこの幻想を現実のものとしようとしている」とかなんか「対価を得ようとしている」っていうの,はなんていうの,そ,のそういうのをやっているんだよってこう「天国を支払いにして犠牲にして、うん、苦痛を獲得しようとしている」っていろんなとこにいっぱい書いてある。 はいうん、だからそれをしている私それを決めている決断している私以前で祈り決断のためのルールをしてワークブックのレッスンして許し,のレス許しの実践するんだよ。だからもっともっと後ろに下がんなきゃダメだったっていうのが分かるね。うんうん、<laughs> やってる場所が違ったんだね。うん 決断のルールっていうのもそうですよね天国を代償にするほど悲劇のヒロインに没頭することにそこまでメリットがあるのか価値があるのかっていうことを自問する冷静に代償にしてるって思ってなかった、うん、でもしてるよね 天国の復活ありえないとわかるよね。うんいや無理でしょうだって。<laughs>